そうなんですけど、はい。いいです、わかりました。はい。ダメ、取れ高なし。取れ高がきついですね。スニーカー。はい。芸人。わかりました。はい、さあ、ということで、スニーカー芸人藤森の愛用スニーカー大公開スペシャル。どうも藤森チャンネルです。さあ今日はですね、ズバリ藤森のロレックスコレクション発表ありがとうございます。いやこれ楽しみにしてました。いや結構ねコメントでもやっぱ多かったんですよ、はい、いつも藤森さんがつけてる腕時計は何ですかと、はい、まあそういう質問も結構あったんで、まあ、ここで一挙大公開という私の、はい、ロレックスコレクション大公開です。全てのロレックス、全てのロレックスを今日お見せしたいと思います。やばいですね。ちなみに、はい、持ってるコジは僕はロレックス持ってないですね。まあなかなかね、はい、持てるもんじゃないですから、はいはい、自慢することでもないですけども、はい、やっぱりこうかっこいいよね。かっこいいですね。はい、じゃあちょっともういきなりですけども、はい、早速、はい、まず1本目、はい、大公開していいですか。はい、お願いします。ズバリ1本目はこちらです。じゃん、ロレックスデイトナというシリーズの腕時計でございます。デイトナって聞いたことあります。いやまあこれはもうロレックス逆に知らなくてもね、はい、デイトナっていう名前は皆さん聞いたことあったりするんじゃないでしょうか。はい、はい、まあこれがもう、まあ、今本当に非常にね人気の高い、はい、シリーズでして、はい、まあほぼもう手に入んないです。これは定価では絶対手に入んないです。ロレックス屋さんに行けば買えるとか、うん、ないですないです。それはもう定価だとこれ確か12030万円ぐらいなんですけど、ただ、はい、もう今定価では絶対買えないんで、はい、ちょっと前に去年とか一昨年ぐらいでもうすでに250万ぐらいになってて、並び的なことですか。え、ロレックス屋さんに並びみたいなことですか。並び、はい、並びスニーカーみたいな。いやいやもうそういうなんていうの、委託販売のお店とか中古屋さんで売買されてる時の相場が大体倍以上。えで今280万から300万ぐらいになってるというのがこのロレックスのデイトナでございます。もうこれは2年前か3年前かな、うん、自分で買って、うん、もう本当に大事に大事に使ってる時計でございます。それ買った時はどういう意図で買ったんですか。なんか記念とかそういうことですか。これ何だったっけ。ええ、いや別に記念、はい、なんか特別な時に買うとかそういうことではない。なんかの年末に買った。確かにね、時計ってなんか記念の時に買ったりとかするけども、はい、うん、まあでもそうですね、慎吾さんレベルになる。はい、え、まあやっぱロレックスとか時計にめちゃくちゃ詳しいっていうキャラ欲しいから、はい、これロレックス芸人への道のための伏線でもあるから。え、ロレックス芸人って今までありましたっけ。ないよ。お、だからもうそれ作っちゃおう。お、これはで分かんないけど、アメトークでロレックス芸人あったら呼んでもらえるようにさ、うん、呼ばれるっしょ。だってもう、うん、持ってんだから俺。確かにこれで終わりじゃないよ、はい、2本目、はい、こちらです。じゃん、ロレックスサブマリーナでございます。聞いたことある。まあこっちの方がもしかしたら有名かもしれないですね、多分。はい、歴史もこっちの方があったはず。どれぐらいの歴史なんですか、ロレックスって。ん？え？何が？どれぐらいの歴史なんですか。そのロレックス社っていうんですか、ロレックスさんなんですか、ちょっとわかんないですけど。ロレックスがその創業した時ってことね。はいはいはい。どれぐらいの歴史なんですかね。それいる？え？いや別にカレーが好きな人がさ、別にカレーがいつ始まったとかいらないでしょ。おお確かに、うん、いらないです。変なこと聞かないんだけど、はい、その変なこと聞いて俺答えられないと、はいはい、ロレックス芸人っていう道が、はい、ちょっと困ります。途絶えるから、はい困ります。カットね。今のとこカットしときますか。じゃあ、うん、カットします。カットで、はいカットです。でこれが何がすごいって、はい、これ1983年の時計です。1900ええにできたの、製造された。そう1983年の年に作られたサブマリーナ、かなり年代物のね、はい、サブマリーナで、なんでそれが持ってるかっていうと、まあ、俺が生まれた年が83年なんで、そのね、自分の生まれた年のサブマリーナいつか欲しいなと思って、はい、買ったんですよこれ。えどこを見たらその83年製って分かるんですか。んどこを見たらとかじゃないのよ。それはどこで買うの。それをお店の人が言ってたから。えいや絵じゃなくて、はい、で知らないよ俺だってどこを見たら。別に83年って書いてあるわけじゃないから。書いてるわけじゃないですか。いや書いてないよそれ。カットしますか今のとこ。カットだろう。カットします。はい。じゃあのさ、はい、俺がこれ聞いてっていうことだけ聞いて。分かりました。うん、なるほど。個人の突発的な質問は、はい、俺答えられないから。でもやっぱかっこいいからちょっと気になっちゃって。うん、じゃあさ、この横から見るとここ丸みあるじゃん。それこれなんでですかって聞いて。あれなんか、うん、丸みがありますね。そうでしょこれ。これ何ですか。いいとこ気づいた。いい質問だね。何ですかそれ。ね、はい、これ、まあ、今これ、はい、これ新しい今現行モデルなんだけど、はい、これ見るとほら全然違うでしょこれ。全然違う。これがまあ今の素材で、はい、もうこうやって真っ平らになってるんだけど、はい、あ昔のロレックスって、はい、まあこういうのが主流だったよ。これ素材が全然違うのよ。これなんて素材なんですか。素材の名前。じゃだから素材は俺聞けって言ってないだろ。え素材わかんないよこんなの。だって丸いのと丸くないやつ。いやだから、はい、素材はいいよ。カットしますか今のところ。今のところでカットします、うん、はい、これなんか、はい、なんだっけそのはい、風貌って言ってたような気がするんだけど。風貌。うん。でまあこっちの素材はいいんだよ。もう今これ傷もつかないし。あ現行だから、あのなんか、はい、ダイヤモンドガラスコーティングとかなんとかわかんないけど、はい、みたいなやつでこう平らにもうピーってカットできるんだけど、うん、すごいですよねこのガラスがこうピュって、はい、昔は多分そういう技術もないし、はい、そういう素材もなかったから、はい、こういうねもので。でもこれが今逆にいいの。このまるっとした今現行のサブマリーナもここ真っ平らだから。うん、だから、はい、これ見ただけでやっぱ年代もんだなって分かる。1983年のだって。ああこの丸いとそう1983だって。まあ83年だけじゃないけどその当時のものは結構こういうのが多い。という、はい、藤森の、はいロレックスコレクションでした。はい。え？は？え？次のやつ。次のやつ。はい。へんじゃないんですよ。なんかさ、かぼそう。なんなの？え？ロレックス芸人。いやいや、俺だってこれ2本しかないから。え？藤森さんでもいつもよく登場してますって。そうだよ。よく見ましたよ。だからそれ一挙大公開っつって。はい。え？コレクションケースみたいなのがこうバッて出てきて、グワッてこうなんかいう感じのやつ。いやだからないよ俺そんな2本しか。そのさ、今俺ロレックス芸人になりたいって言ってるから、はい、2本持ってる方にフォーカス当てて、2本も持ってるんですか、はい、すごいですじゃないとつじつま合わなくなってくるから。カットですか？じゃあ今カットしといた方がいいですか？ごめんなさい、リアクション間違えた。そうじゃ2本しかってなったら、はい、俺全然持ってないやつみたいになる。いやでも高いですもんね、2本でも。いやめちゃくちゃ高いよこれ、うん、やばいっす。だってこっち今300万弱、はい、でこれだって、はい、これ1983年でめちゃくちゃ古いじゃん。普通で言ったら超中古車じゃん、車とか出て、はい、いくらぐらいだと思うこれ？わかんないっす。でもこっちが300万とかですよね、はい、現行モデルで300万ですよね、はいはい、やっぱ300ぐらいいくんじゃないですか、現行モデルって考えると。いや、はい、まあ200ぐらいなんだけど。違う違う違う。ちょっとカットしますか今。一応カットもう一回。はい、こっちのさ、はい、値段より高い値段言っちゃ絶対ダメだからね。難しいな。そういう時はさ、はい、いくらって言うんですか？いや、まあロレックスだから、はい、その安すぎても嘘くさいけど、はい、ちょっとロレックスの相場が分かんないです。83年だからまあ100、はい30万するんじゃないですかねって言ったら俺得意げになれるじゃん。なるほど、OK です。いやこれ実は83年でもう30年以上も前のだけど、はい、今だとこの価値200万以上するんだよ。おお、なるほど。っていうとこからつないで。わかりました、うん、そこで編集をつなげばいいってことですね。はい、これ、はい、いくら？これでも定価おいくらぐらいですか？いや定価で言ったら、当時で言ったら本当に340万。340万だったらもう、いやでも100はいかないかな。これは倍だからね、数年で。じゃあやっぱ60とか70とか倍ぐらいで考えるといいね。いい予想するね。そのぐらいじゃないですか。残念。これ今買うと200万円以上します。200万円？だって現行のこれ買えるじゃないですか。もちろんだからロレックス屋さんで。そうね、やっぱり価値のいろいろ全然付き方が違うのよ。ロレックスなんて逆に古きゃ古いほど高いっていうね。そうなんですか？これ謎のね現象もあるんだよね。でも新しいの新しいので人気あるし、だからそのちょっと前の現行モデルのちょっと前のものとかが逆に今買い時っていうのもあるね。なるほど、うん、これ現行モデルと現行モデルじゃないところで他ってどういうところが違うんですか？他何が？その丸み以外のところ、なんかベルトとかなんかそういうのも違うんですか？ベルトは違うだろう。ロゴとかなんかロゴはまあ大きさは違うね。シュッとしてる的なのとか、うん、そう違う違う、はい、俺がさ、はい、聞いてっていうことだけ聞いて。あ、はい、うん、びっくりしちゃうから俺いきなり、はい、ほとんど俺知らないから。いやここ使わなくていいんだけど、はい、ここカットですね。ほとんど、はい、知らないから、はい、なんか思い入れがあるとかってさっき言っちゃったけど別に、はい、マジで、はい、みんなつけてるから買ったしな、だから変に突っ込まなくていいんですよ。はい、はい、別にさ、はい、知ってる部分だけをうまく編集つないでやったら、はい、あの人めちゃくちゃロレックス好きだしすごい思い入れあるし編集の力で詳しいんだっていうことになるんだから、編集の力で詳しく見せる。マジ協力してくれよそこは。こういうチームでしょ YouTube チーム。俺が頑張って良くなったら個人も結果良くなるんだ。そうですね、僕もだからいつかロレックスをね手に入れたいです。そうだろ、俺はコジと K にいつかこのねロレックスを買える日が来るように頑張るからさ。なるほど、うん、まあだからそうね、はい、そのぐらいかな。ちょっと尺きつくないですか？すいません。ちょっといや尺はいいよ別にどのぐらいでも。これだきつくないですか？ちょっとサムネ一回撮りましょうか。サムネ撮っとく？サムネ撮りましょう一回。ちょっとこんなもはっきりでもサムネだけでさ、はい、確かにサムネでもうバーってこうパワーあんだからありますね。全然見たいなってなるサムネがだろ、はい、右と左に。おお、これサムネのインパクトやばいですね。なるほど。これでもほぼ志麻さんこでもほぼネタバレじゃないですか。何がこれもう両方見えちゃってるんで、うん、ほぼこれ画像1枚見れば。いやいいんだよ、別にネタバレとかどうこうとか、俺別にこれで変に釣りをしようとかそういうつもりもないから、うん、もうサムネでいいじゃん、藤森が持ってるのはこの2本ですっていう。はい、ダメそれ。なんかきつくないですか。なんか他のないですか。何他のネタにこれしかないんだってだから。いやでもなんかもうロレックスじゃないやつでいきます。何なの？もうロレックスじゃない。またボツ？ちょっとボツの方にスニーカー。うんあスニーカー前回詳しくなってたじゃないですか。いやスニーカーは俺もうめちゃくちゃ詳しいからね、もともとスニーカー興味あんの。はい、スニーカー知りたいっす。じゃあいいよいいよ、じゃあスニーカー芸人買います。急遽はい企画変更、企画変更しましょう。ちょっとロレックス芸人ちょっときついっすね。きついってなんだろう、2本持ってたからな俺。そうなんですけど、はいじゃあいいです、わかりました。ダメ、取れ高なし。取れ高がきついですね。スニーカー。はい。芸人。わかりました。はいかねてからいろんな方からね、はい、藤森さんいつも後ろにちょっと見切れてるスニーカーすごいのいっぱいありますけど、どんなのがあるんですかっていう、はい、これリクエスト結構あったんで。あります。ちょっと僕のじゃあこだわりの、はい。はい、スニーカーちゃんたちをご紹介してっていいですか。えちょっと待って。えもうスニーカー芸人じゃないですか。いやそれはもう、はい、このままマジで好きだからね、はい、まずはね、はい、こちらの、はい、わかるこれ。なんとでもなんか、はい、あれなんかおかしくないですか。おおなになになにあれちょっと待って、あれ普通のこれナイキだよね。はいナイキってこれですよね。そうですね、これね、これだね。はい。はい。何、あ、なんか違うね。おお、これ逆だ。はい、出ました、気づいたね。あ、いい線。センスあるよ。なんでですか。はい、これね、スニーカーのこのスウォッシュって言うんだけど。スウォッシュ。はい。ナイキのマークね。はい。これが。はい。逆、反転してんの、これ。まあ、これをパって見たら、もう、まあ、俺ぐらいのスニーカー芸になれば、もう一発で、あ。それいいの履いてるねってわかるんだけど、これは何かっていうと、このジョーダン1シリーズとトラビス・スコットのコラボスニーカー。トラビス・スコットって僕初めて聞きました。ラッパーですね。ラッパーなんですか。アメリカのラッパーですね。めちゃくちゃ人気のある、もう本当にファッションアイコンですね。その人がとコラボしたこのスウォッシュ、これが逆っていうのがもう最大の特徴だけど。でももうこれ逆な、これいくらぐらいなんですかこれ。あいや定価はもちろん正規の値段はあれだけど、今プレネで買うともう20万以上。20万。でもこれ逆なだけで20万ってちょっと高くないですか。ああって思うじゃん。この靴ね、これが最大の特徴じゃないんですよ。なんですか。色ですか。まあ色ももちろんいいよね、この色いいんだけど、ちょっとここ見て。ここ見てて。どこですか。ここ。紐ですか。紐じゃない、ここ。じゃじゃじゃんって、ここポケットになってんのよ。何これ。はい。なんですか、これ。開くんですか。開くの、一周ぐるっと。ポケット。ポケット。まあまあこれ要は何かっていうと、まあこれ自体はもちろんファッション的なね要素で使ってるんだけど、実際まあこうアメリカのねちょっとそのギャングの人たちだったりとかがここにちょっと危険なものを忍ばせたりとか、まあ俺何も持ってないぜみたいなのあるじゃん。カツアゲみたいな、カツアゲみたいなこともあるし、ちょっとそのいけないものをここに隠しとくとか。ああこんな的なやつとかね。カルチャーをこのデザインに落とし込んだっていう感じかな。まあそれが実は一番かっこいい部分なんですよ。めっちゃ詳しいっすね。スニーカー芸人だから。これはもう正直誰が見ても一発で欲しいっていうスニーカーです。ただまあ正直これすごいレアなんだけど、もうごめんなさい、いきなり言っちゃうけどお値段だけで言ったらえぐいなんですよ。あ、これだ。ああ、まあこれ赤いやつ悪くない。これじゃないですか。これがジョーダン1のシカゴってやつでね、これも正直高いです。はい、これもまあ今買うと20万以上します。ただ、はい、ちょっともう桁が変わってきます。はい。はい、こちらですね。これですか。わかんないこれ。ちょっと色薄いですね。あ、可愛いわ。なんか昔の俺見てる。色薄いっすよこれ。昔の俺見てる。はい、はい、これ。まあちょっとパッと見なんか淡いなぁと思って、ここよく見て。え？あ、これなんていうとこでしたっけ、このパーツの部分。パーツ、これスウォッシュね。スウォッシュか。はい。よく見るとこれ。はい。何か書いてある？ディオールって書いてある。え？そう、あのハイブランド、おディオールとこのジョーダン1シリーズのコラボスニーカーです。これ昨年出ましてですね。はい。ジョーダン1とハイブランドのディオールがね、初めてコラボしたんです。めちゃくちゃ話題になったんですよ。すごい。いや、なんかヴィトンかなと思いました最初。ヴィトンじゃないです、これディオールなんですね。ヴィトンはこっちです。こんなもん一目瞭然でしょ。あ、本当だ。このモノグラムはヴィトン。あ、本当だ、ヴィトンだ。これディオール。あ、本当全然違う。分かりやすい。可愛いね、逆に。いや、なんかすみません、見る人みたいに一発で分かる。確かに俺ぐらいになるとね。はい、これはもうだから当時、まあ出て本当直後ぐらいはマジでマックス300万ぐらいまで値段上がってた。今はちょっと値段落ちてきて、まあものによって100万切ったりするものもあるけど、まあでも平均して今100万円ぐらいで取引。100万円。はい、もう後世に残る素晴らしいこのデザインとコラボって。ああ、じゃあもうこういうコラボはもう今後ありえないみたいな、そういう系での金額ってことですか。って思うじゃん。え、まあこれあくまでリークレベルなんだけど、リーク、今年これの第2弾色違いが出ると噂されてるんですか。噂されてます。すごい。そんなリーク情報まで入ってくるんですか、慎吾さん。やっぱスニーカー芸人だからね。すっげえ。っていう、まあまあこれはもう本当に正直だって見てこれシリアル番号世界で8500足しかないのよ。はあ、わかるの。俺は1822番。すごっ、すっげえ前の方の番号じゃないですか。ありがとう。すげえ、だいぶ若いうちに買ったよ俺。すごいっすね。え、あとあれなんですか、あのなんかビュンってなってません、この黒いやつ。これ、これなんですか。これ気になるとこはいいね、センスいいよ。これなんかこれだけビュンってなってますよ。はい、なんですかこれ。これはね、あのまあパッと見このジョーダンは似てんだけど、はい、似てます。ダンクっていうシリーズで。あ、ジョーダンじゃないんですか。そう、実はジョーダンよりもっと前に出てるシリーズだったんだけど、で、はい、まあこれ非常にねこの型自体人気あるんだけど、はい、これまたコラボなんですよ。はい、ピュって出てるよねこれ、はい、ナイキ飛び出しちゃってるね、そうし、はい、はい、これまあ中見ると分かるんだけど、はい、これダンクとアンブッシュのコラボ。アンブッシュ、アンブッシュってあの人ですか。人じゃないよ、ラッパーさんですか。いや、それはあのトラビス・スコットね、海外のアーティストとかですか。違うから。アンブッシュはアパレルだから。アパレルブランド。はい、日本のね。聞いたことない。そことコラボしたっつって、これはね、これで大人気のコラボアイテムになってまして、まあこれも正直今プレ値で多分6、7万ぐらいになってるのかな。定価は2万しないぐらいだったと思うけど、うん。っていう、まあまあまあ本当にまあここにあるのは正直どれもレアのものばっかりです。すげえ、でもやっぱ入ってくるよね俺のとこには。いや、なんかめっちゃ勉強になりました。やっぱさすがスニーカー芸人ですね。でしょ。はい、それで仕事も結構してるからね。あ、スニーカーでですか。そう。へえ。何でも分かんないことだったら。はい。また聞きたいです。聞いてください。はい。はい。よろしくお願いします。以上です。藤森のスニーカーコレクションでした。ようこそフィレッジへ。はい、こんな感じでいいですか。いいですね。よかった。なんか間違ってる情報あったさっき。いや、多分大丈夫なんですけど。アンブッシュ日本のブランドでいいんですか。一応そうですね、調べてみましょう。切っておきますね、映像だけ切っておきますね。ちょっと。はい、ちょっと切っておきます。明確に書いてるサイトねえから、そこカット。曖昧なところちょっとカットして、了解です。ちょっとそこだけカットしてますね。はい。あとディオールとジョーダンは初めてでいいんだよね。そこもちょっと不安な。あ、ちょっとじゃあカットです、はい、カットですってことは何、ここ回さなくていいってこと。はい。いやでもこうエンディングをこの後また撮んないといけない。はい、じゃあ最後締めの手当てしてこれ、はい、はい、さあということで、ようこそフィレッジへ。